まあ、アイスコーヒーって言うからね、はい、コーヒーレバーはこのコーヒーでアイスに、ね、失礼しました。そろそろね、だんだんとこう暑くなってきて、はい、そうですね、これから夏本番かなというところを迎えてきますけど、はい、夏といえばアイスコーヒーということで、はい、まあカフェックのね、アイスコーヒー、まあ、だけじゃないけども、アイスコーヒーを美味しく立てれる器具としてディープドリッパーっていうのがあって、はい、そもそもこのディープドリッパーっていうのは、うん、あんまりこう馴染みがないんですけど、どういう感じで生まれたものなんですか？要はね、お湯がコーヒーに当たる時間が長ければ長いほど、コーヒーって美味しく抽出できるっていう、うん、まあ、私の考え方があって、はい、それで、少しでも お湯に当たる時間を長くするためには、その角度をもっとこう鋭角にする方が、うん、当たりやすいじゃないですか、はい、それで、まあ、この方法を考えたんだけども、やっぱりろ過の層を長くするために、1杯よりもこれ、7杯用って言ってるんですけど、うんうん、の方が、はい、当然このろ過の層を長く取れるんで、この形を、考えたのが最初なんですよね、うんうん、なるほど、うん、今これアイスコーヒー用ってわけではないんですか？というわけではない。もちろんホットコーヒーでも美味しく入れるんですけども、うんうんうん、特にほら、アイスコーヒーって、どっちかっていうとメッシュを細かく引く人が多いじゃないですか、はい、うんうんうん、でメッシュを細かく引くっていうことは、要は対面積がこう多くなるっていうのかな、うんうんうん、そうすることによって抽出力をアップさせていくっていう、考え方の中で、うんうん、アイスコーヒーにはもう抜群に、うん、美味しい、うん、抽出方法である器具じゃないかなと思って、うん、そのフラワー、難しかったフラワーとかと比較すると、なんか味わいにどういう感じの違いが生まれやすいとかあるんですか？まあ、味わいにっていうか、 もちろんその味はコーヒーでしかないんだけど、はい、さっきから言ってるように、やっぱ表面積が多く当たる分だけ抽出力が上がっていく。どっちかというとアイスコーヒーってほら、浅入りじゃなくて深入りの焙煎をするお店が多いと思うように、はい、やっぱり濃く抽出して、うんうん、でその氷で薄まっても美味しいのがアイスコーヒーの特徴じゃないかなと、思ってるんで、そういった意味でよりその濃く抽出、うんうん、要は美味しいエキスを、とにかく引っ張りやすい形じゃないかなと思ってこの商品を作った。もういいエキスをもう濃縮できるような感じになるんですかね。そうです。ちょっとあとはちょっと実践して飲ませていただけるということで、実際にね、抽出してみて、はい、ちょっと飲んでみましょうか。ありがとうございます、ね、はい、じゃあ早速ですね、アイスコーヒーを入れてみましょう。まずですね、コーヒーをもう抽出するんで、まずこの時期ですね、有田焼きとサーバーを少しこう温めるっていう意味で、お湯をかけていきます。はい、で、温まったら、このお湯は捨てないと薄まっちゃうんでね。これを忘れないようにしなきゃいけないですね。それから次にペーパーを折っていきます。キュッとこう折るとセットしやすい。はい、じゃあコーヒーを投入します。必ずコーヒーはこう平らにしてくださいね。はい、でお湯の温度はですね、大体、83度前後が適温かなというふうに思います。それでは真ん中から抽出していきます。小さく一周して大きく一周します、はい、でここで全体に、お湯をかけたら約30秒ね、
蒸らしグルーミングを入れたいと思います。はい、約30秒もうこれ以上膨らまないよっていう状態が、まあ、大体約30秒なんで、30秒経ったらまず真ん中からお湯を注ぎます。浸透を起こしてね、こうやって膨らんで、あ、細かい泡が出てきます。何回かに分けて注ぐ感じですね。そうですね、一回かずーっと少し小さい円をかけながら、一旦浸透圧を起こさせながら、それがしぼむのを待ちながら次をかけていくっていう感じですね。だから今こうやって浸透圧を起こしている時にコーヒーの味エキスをガーッと引っ張ってきているっていうような状態だと思うんですね。だからまあこういうやり方ってまあいわば誰でもこうできるやり方じゃないかなと思ってこういうやり方を推奨してるんですよね。これなら簡単でしょこのケトルがあるからじゃないですか。あそれは一理あるかもしれない、まあ、極力この細口のねあのケトルを使うのが確かに理想ではあります。ツバメプロはすごく細いですもんね。そうですね、そのために改良した手作りで改良したポットなんで、職人さんがそう手作りで一個一個作ってるんで、だから量産できないんでまあその辺がちょっと欠点といえば欠点なんですけどね。徐々に広がっていく感じのイメージなんですかね。そうですね、少しずつ、まあでもこれ以上広げることはしてないんですよ。でもあとはそれを繰り返す。要はあのドリッパーの中でお湯をこう回転させるために私はまあ端っこはかけずにその一個手前をずっと回してやるっていうイメージですね。でこの細かい泡の周りをこうかけるだけなんで、もう誰でも手軽に美味しいアイスコーヒーができると。すごい、うん、まあ、ただかけるだけなんでねもう簡単ですよ。いや簡単に言いますけどいや簡単ですよ、本当に。いや簡単じゃないと家庭でできないじゃないですか。そうなんですけどね、うん、ただやっぱりあのお湯がコーヒーに当たってる時間が長い分、あんまり早く落としすぎると味が出にくいんで、まあ、それはもうドリッパーとペーパーが工夫するように設計されてるんでね、もうドリップする人はもうただここを回すだけ、くるくる回すだけで、くるくる回すだけで、これあれですもんね、こうなんか細いですもんね下が。そう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 、だからあの角度がね鋭角になってお湯がコーヒーに当たる時間が長くなるように設計してる。であとはもうこうやってくる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 、簡単でしょ。そうですね、誰でもできる、誰でもあとはもう排出になるまでずっとこれを続けるだけです。この細かい泡の周りをこうかけるだけ。ね、だからこのディープはまあ割とろ過層が深いんで、まあ簡単にこうやって抽出できるんですよね。だから最初のブラシと最初の回しをうまく、抽出することができたら、もう大体もうこの状態になるんで、誰がやっても。まあ、あとは何度も言うように、まあ、できるだけ焙煎して新しいコーヒーを使えば、あとは引き目はね、まあ、中引きよりちょっと細く引いた方がアイスコーヒーの場合は出やすいかなっていう感じですね。はい、で、まあ、大体、排水分に、なりました。で排水分になったら、まあ、コーヒーはだいたい1杯には1杯の味しか出てこないんで、そこで、切ります。ここから先は雑務になるんでね、はい、でこれを少しこう回していただければ出来上がり。でアイスコーヒーはね、できるだけ急激にこう冷やした方がいいんですよ。で氷をボウルに氷を入れていただいた後、
この中にお水を入れて、氷水にするんですよね。そうすると早く、このあったかいコーヒーが冷たくなってくるんで、なるべく早い時間に冷やすっていうことがコツですね。まあ、これを常温で冷やそうとするとちょっとこう濁ってくるんで、なるべく早めに、温度を落とすためにはこういう氷水につけるっていうのがベストだと思います。その氷の上に落としていくスタイルの急冷式もあるじゃないですか。なんかそのありますよね。それよりもこっちの方を推奨し、まあ、結局氷を入れて、あったかいコーヒーを入れるとそれだけコーヒーが薄まるんで、その方が、まあ、いい方は、まあ、別にそれが悪いっていう話じゃないけど基本的にはやっぱりアイスコーヒーを作って、冷ましてから氷を入れたところにコーヒーを刺す方がより、新鮮なっていうか、その味を、飲むことができるんで、まあ、薄まらないということですね。そういうことです。はい、じゃあさっき抽出したアイスコーヒーがちょうどいい具合に冷えてきたんで、ちょっと今日はワイングラスでね飲んでみようかな。なんかワイングラスでアイスコーヒー飲むとおしゃれだよね。おしゃれになりますね。急におしゃれになりますね。じゃあアイスコーヒーに、はい、乾杯。乾杯うん、美味しい、うまい、しっかり甘さがありますね、あとやっぱり氷で薄めてないので、なんか最後のコーヒーの後半の成分もしっかり感じられてすごくいいですね、なんか甘みを感じるよね、ここになんかこう甘いスイーツがあると思うといいよね。確かにちょうどチーズケーキとか、チーズケーキとかね、合いそうですよね。合いそうですね。他に何が合いそうかな。アイスコーヒー飲むときは大丈夫。どんなスイーツと一緒に。ここ生クリーム系のケーキとか、チョコ系のケーキとか、ケーキが多いですね、やっぱり。はい。ケーキが美味しいよね。ケーキも美味しいです。ね、もう塩もケーキ良くなるといいけどね。アイスコーヒーのおかげですかね。なんか少し、なんか少しね、ちょっと喉乾いてた。あ、そうですね。あ、そっかそっか、うん。まあね、まあ、アイスコーヒーちょっとね、はい、コーヒーレバーはこのコーヒーで、アイスに、ね、失礼しました。すごいですね。この短い間に、ね、2つもいただいちゃいました。くだらない短いですけど。